場所の何もかもが想像以上。はい、どうも皆さんこんばんは。 WD23 スタジオでございます。今回もマーベルズアベンジャーズやっていきたいなと思います。第9回目の、今回はですね、こちらのアントヒルをね、探索まずしていきます。前回までは熱源反応を追ってここにたどり着いたわけですね。本当はエイムの熱源反応かと思ったら、ここにいるハンクビム、アントマンであるハンクビムが持っていたイニシエーターコアの熱源だったというわけで、結局エイムではなかったんですよね。なのでこちらね、アントヒルと呼ばれるこの場所を探索していきたいなと思います。これがね、イニシエーターコアですけど、めちゃ大量にあります。このどこかにイニシエーターコアがあるってことだよね。それはブルースに任せよう。あ、これはイニシエーターコアではないのか。なるほどね。また別のものなのね。とりあえずこれはなんか武器とかにはなりそうですよね。このアントヒルにはたくさんのインヒューマンズがね、います。バナーの相棒だな。少しいいか。あなたはポータルの人だよね。いかにも、ポータルの人、テオだ。私カマラ。あなたの能力すごいね。ありがとう。サラと話してくれるか。巨大な監視画面の横にいて、君にめちゃくちゃ会いたがってたから。私に？わかった。アントヒルへようこそ。はみ出し者たちの我が家ってとこだ。どうも。ポータルって多分移動するものですよね。ちょっと武器がないか。なんかやってるね。出てありましたね、宝箱。はい、これを取っていきましょう。この人何をやってるの？アントヒルへようこそ。私はセリース。テオの双子の兄弟。遠隔操作できないんじゃ何の役にも立たないわ。一歩ずつ。こっちはいけませんね、まだ。さっきのあれだよね、ドロイドですよね、エイムの。キメラにいるのは君とカマラだけか。そのトニーはキメラにいる。ということは君たちは仲直りしたのだな。まあそんなところだね。実はカマラのおかげなんだ。彼女が大男を見つけてくれて。いいえ。なんだろう。ピム粒子を実験してるみたい。早く完成するといいな。ピム粒子っていうのがアントマンがこう小さくなるためのものになりますね。どうも。どうも。でいろいろ変えるんだね。とりあえずでもいらないかな。まあでもこういうの買っとくか。やっぱりね。それにすると思ってた。足りないそうです、ね、お金が。バイバイ。でこれを装備をしていくわけですね。これはいいかな。スタークインダス、これにしよう。この辺とかなんかいらないものはもうどんどん解体していこうか。この辺はね、持ってないので、いろいろ装備も変えられるんだね。あ、これでいいじゃん。これにしよう。オッケー。ここにもありますね、宝箱。一応装備でまあいろいろ強くはなるみたいですね。君が座ってるところの下の、ちょっとどいて、どいてくれはなさそうだね。毎日待ってるけど、
ドロイドがちゃんと動いてる。すごいじゃん君。ちゃんと水あげられてるね。はい、そしたら場所は、あ、いたいたいた、この人か、サラね。ねえ、ちょっと手を貸して。あなたは砂漠をさまよってたピムの友達ね。もしかしてエイムのスパイ？え、まさか。冗談よ。あなたが砂漠を渡る様子を監視カメラで見てた。ウォッチドックスがあなたにやられたとこ、最高に面白かったわ。ありがとう。私はサラガーザ。あなたの噂は随分広まってるわよ。いい噂かな。もちろん、ぜひ仲間に加わってほしいわ。もし空いていたら手伝ってほしいんだけど。それじゃあ聞いてちょうだい。歴史は繰り返す。受けましょう。シールド捜査官ももっと協力してくれたら助かるんだけどね。終わったら教えてね。よろしく。あなたは命の恩人よ。後ろの箱を見てくれる？新しい荷物が届いたんだけど、確認してる暇がなくて。もちろん。見ましょう。後ろの、あ、あの人いなくなってるじゃん。よし。なんだかわかんないけど、サラが喜びそうなものだよ。はい、それではですね。ちょっといい？まさに博士の注文通りね。私だって歴とした博士号を持ってるのよ。とにかくありがとう。ううん、役に立ててよかった。いいこと教えてあげる。ここのロボットは全部ピム博士の実験用なのよ。一番初めに作られたのはマーク1って言って、いつも階段の隣の倉庫にいるわ。見逃す方が難しいわよ。じゃあ見てみようかな。じゃあ見に行きましょう。マーク1。え、この人？これはどうも。初めてのお客様ですね。いらっしゃいませ。どうも。何かお探しですか？何か。ごめんごめん、じっと見ちゃった。ごめんね。あなたの視線について特に感情は持ちません。私の過去はセキュリティのために全て消去されています。え、それってなんだか悲しくない？私のプログラムはそのような余計な記憶に縛られるのは非効率的だと判断しました。私は取引が成功した時だけ喜びを感じます。つまり私が何か買えば喜んでくれるの？そうです。ここは孤独です。買わなきゃいけないのか。そんな、ナノチューブだって。うん、ナノチューブとかもらっとこうかな。じゃあ交換が行われました。プラズマ、はい、どうも。お引きいただきありがとうございます。ありがとうございました。さあ、それは装備できるやつではなさそう。さっきのなんだろうね。またお越しください。はい、ね、驚かないで聞いて。マディ長博士がオフィスに来てほしいって。何なんて。私がマディ長博士よ。来てくれたらいいものをあげる。マディ長博士、私と話したそうな顔してるよ。あなたってなんていうか雰囲気がいい。私はマディ、天才生物科学者よ。あ、今のはピムには言わないで。あとバーナーにも。安心して、私口が固いんだ。あなたが私をオフィスに呼んだの？その通り。私はインヒューマンじゃないけど、物資やギア、ガジェットを調達する係なの。今よりも早く強く伸びるようになりたいなら私に任せて。何のためにこんなことを？誰よりも賢くなるためよ。素材を持ってきてくれれば、エイムをやっつけるギアを作ってあげる。試作品があるから見てみて。いいね、すごくいい。ただ物が全然足りなさそうね、これね。はい、足りないので。よだれが出ちゃう。すいません。何か手伝えることない？今は大丈夫。でもあなたの元気はピムの助けになれると思う。ウォーテーブルへ行ってみて。
説明してくれるはず。ウォーテーブルだね。超博士ね。背筋を伸ばして、あなたなら大丈夫。超博士出てきましたね、アベンジャーズエイジオブルトルンでね、韓国にいる、まあ、生物学だったかな。そろそろ私の実力を見せてやらなくちゃでしょ、ジャービス。ミスカーン、あなたならこうと決めたことは必ずやり遂げるでしょう。手を貸してほしいの。ちょっといろいろみんな同時に話さないでもうそんなね、聖徳太子じゃないんだからね、いろいろ聞けませんからね。さあミッション行きましょう。何のミッションがあるかな、これかな、ユタ州のミッション。この A マークが一応ね、あのストーリーのミッションになってるので、これやっていきましょう。脱獄。さて、頼もしい味方もできたことだし、エイムの実験用ラボへ行ってみるとしよう。奴らは小さな農村地域でインヒューマンの実験を行っていた。研究内容を見せてもらおうではないか。いいね、太平洋岸北西部にあったエイムの大きなラボなら片付けたよ。オリンピアアーカイブのことか。素晴らしい。誰が破壊したのか疑問に思っていたのだ。ありがとう。あんまり情報は持ち出せなかったけど、今ならもっといろんなことがわかるかも。アントマンも一緒に戦ってほしいな、ハンクも。さすがにアントマンは来ないみたいですね。一緒に来るのは今回トニーとブルースか。西部の小さな田舎町に基地を作っている。おそらく試験研究所として使い、実験のためにインヒューマンを捕まえているんだろう。政府の目と鼻の先でそんなことが起きてるなんて信じらんない。奴らはワシントンで絶大な権力を握り、あらゆる大企業から資金援助を受けている。エイムは5年かけて地盤を固めてきたのだ。それを崩すのは容易ではない。でもとりあえず何とかしなきゃ。正しいことをするのが私たちの使命だもんアベンジャーズの誰かさんがかつて同じようなことを言ってたな。そこのインヒューマンの施設では何がされているんでしょうか。かなり拷問とかね、なんかされてそうですよね。エイムのやることですからね。ワイオミング州ベンチャーリッジへようこそ。エイムの刑務所が建てられる前はここにインヒューマンたちを閉じ込めていたのだ。奴らが来るとほとんどの住民が避難させられた。町中で出くわす相手はエイムのパトロールくらいだ。わかった。エイムのパトロールに注意してくれ。見つかったら面倒だ。運が良ければ彼らがどんな目に遭っていたのか知ることができるだろう。ハッドに施設の場所を表示しました。パトロールにご注意ください。協力してくれてありがとう。これくらいしかできないけどね。絶望的な気がしたけど、みんなのおかげで頑張れた。どこかにレジスタンスがいるって思うだけで希望が湧いてきたんだよ。そしてついに勝ち目が見えてきたというわけだ。そうだエイム。はい、エイムのドロイドは早速来ました。はい、終わり。結構来るね。よし、ぶっ飛ばす。今なんか一瞬手真っ白じゃなかった、そういうもんだっけ。まあいいや。よし、ん、何これ、すごい緑色になってるね。まあいいや、行きましょう。この辺は住宅街だね、普通に。エイムがインヒューマンたちに危害を加えてた証拠。さすがに。エイムはデータを厳重に警備している。そのため確実な証拠は何も得られていない。インヒューマンたちの証言だけでは不十分だろう。
てずっと前からレジスタンスをこっそり作り上げてきたの？意図せずそういうことになってしまった。我々の多くは早い段階でエイムに囚われたからな。助けに来てくれる者はおらず、自ら脱走し計画を立てるしかなかった。うん、敵もそんないないですね今のところね。あそこに何かあんのかな、なんか表示されてますね。ちょっとあっち行ってよ。インヒューマンたちはどこに収容されてるんだろう。研究ラボでは特定の閉鎖ユニットに拘束している。実験中は近くに置いておきたいのだろう。理由は聞かない方がいい。近くにいるレジスタンスの仲間を助けてあげてください。このじゃあまずこっちの施設から行こうかな。じゃあ遠いのか、結構どっちの方が近い。こっちの方が近いな。90。ジャービス、中はどういう状況だ。侵入すればスキャンしてどのような手、その近くに敵の特殊部隊がいます。倒せば役に立つアイテムを落とすかもしれません。で向こうだって、なんで行った。この向こうなのはどうしたらいいんでしょう。ではないね。ここはもう倒したか。こっちもいないね。オッケー。ここには何もなかったね。近いのでそこに行きましょう。近くにギアの入った箱があります。強そうな敵が来ましたね。緊急態勢を発令しました。バイバイ。え、めっちゃ食らったんですけど。すごいダメージ量だよこの人。火力がねすごい。でもそんなに体力がね高くないから倒しやすいです。よかさないで。客人を歓迎しないようだな。
低評価のレビューを書き込んどく。いいね、書き込んどきて。もう完全に低評価だよこれ。遠隔アクション、一部のオブジェクト遠隔攻撃のみでダメージ与える。はい、セキュリティノードを破壊してくれ。そういうことですね。これは予定外です。どうする？上の階にある2つの変圧器を破壊すればエレベーターの扉が開くはずだ。おお、すごいいるね。サプライズだ。よし、やった。よいしょ。強いのよ君の攻撃は。厄介ですね。どうしちゃいましょう。あとこいつだけかな。よし、終わり。あ、で上か。おっと、今バクったね。よし、ゆいっと引き出して、はい、あとはこれをもうボコボコに。うまくいった、中へ入ろう。開いて、よし、行くよみんな。これでエレベーターで降りていきます。ねえ、あなたも捕まってたの？インヒューマンじゃないのにどうして？タールトンは能力を持つ者全員を脅威とみなす。それで私の能力を奪った。体の大きさを変えると死ぬよう生理機能を操作したのだ。ごめんなさい。どこ行くの？記録によるとこの廊下の突き当たりには厳重に警備されたラボがあります。近くでギアの入った箱を探してください。いやーね、箱はこの先かな。エイムの機材庫が付近にあります。調べる価値はありそうですよ。調べましょう。あれか、4つボタンあるからそれを押しなさいよっていうところですね、これ。まずい状況なんだけど。訓練の成果見とるよ。確かボタンがね、でボタンがこの先にね一つあって、あれ、ない。これじゃないよね、違うよね。
あれ待って、ベータ版と変わってますねこれ場所が。え、どこ、なんかいろいろ倉庫が、それはいいんだけど、ボタンがねないんですよね。今さっきの宝箱がねある部屋のボタンを探してるんですけど、あ、これ？あ、これなの？ボタン。前はね、押すタイプのボタンでしたね。え、あとどこよ？あったあったあった、これと。あとは？変なね、あ、これこれこれ、あったあったあった、 OK でしょ。お見事です。なかなか見つかりづらくなってるよ。前は時間内に全部押さなきゃいけないっていうボタンだったんですね。しかも踏むタイプのボタンでした前は。そもそもだから構造自体を変えてきたんだから、叩いて押すタイプにしてきた。はい、じゃあこの先に行きましょう。ラボはどこ？場所はここで正しいのか？間もなくエイムのネットワークに侵入できます。彼らは何かを隠しているようです。エイムの部隊にご注意ください。よし、やってやる。急いでくれジャービス。私のプロセッサーをフル稼働させます。飛んでても当てるの？する。いった。ちょ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 。あたたたた。危ね。これはね、これでやった方が。敵のエージェントを一人倒しました。はい、どうも。いざって時のハルクバスターだ。よいしょ。素晴らしい。またもエージェントを倒しました。まだもうちょっと残ってるけどね。あ、ちょちょちょ、出てくれハルク。お見事です。敵の戦闘員を無力化しました。ちょちょちょ、爆発。エイムは何かしらの研究サンプルを物理的に消去しようとしています。自動輸送船が離陸の準備段階に入っています。輸送船が離陸する前に何としても中身を確保しなくては。そうだね、輸送船はどちら？こっちね。行くよみんな。何壊した今？エイムのセキュリティをバイパス中です。お待ちください。ちょっと閉まっちゃったよ、みんな閉め直しちゃったあ、なったなったなった、よかったよかった。止められるかどうかは不明ですが、輸送船の目的地なら変更可能です。素晴らしいアイデアだ。目的地をアントヒルに書き換えてくれ。ちゃんと置いてくらよくないね、みんなね、一緒に行かないと。アベンジャーズ仲悪いって思われちゃうから。なんとか間に合いました。ターミナルにアクセスさせてください。
ナビゲーションシステムを無効にするには3つともコントロールを掌握する必要があります。ご注意を。エイムはアクセスポイントを元に戻そうとしてくるでしょう。何かやってるよ。アクセスポイントを1つ失いました。え、失った。奪還してください。エイム部隊がアクセスポイントのコントロールを奪取しました。オッケー。やめなさい。ここ B ね。 B は B。 B どこよ B。 ちょちょちょ、君何やってんの。B は B。え、ちょっとみんなこっち来なくていいから。ね、B は B どこ B。 あ、 B 上、こっちか。ふう、危ない危ない。やばい、 C が。何やってんの。アルク、アクセスポイントを1つ失いました。失ったよ。奪還してください。奪還しよう。忙しいよ。みんなそれぞれね、やっぱ守ってくれればいいんですけど。おっと、こいつは良くないな。こっち。あれ、アイアンマンが援護を感謝する。いった。アクセスポイントのコントロールをダッシュしました。B は上だね。ちょっと上に行くよ、みんなよろしく。あれ、アイアンマンがやられた、もしかして。OKOK。アクセスポイントに結束しました。対処してください。離陸しちゃうよ。ジャービス、成功したか。残念ながら間に合いませんでした。え、間に合わなかった。私たちの動きが読まれたようです。みんなよくやった。戻ってきてくれ。エイムの研究サンプルを徹底的に調査しよう。どっちよ、うまくいったんだよね。間に合いませんでしたとか言ってたけど。計画通りにはいかなかったな。貴重な研究サンプルを手に入れはしたが、エイムは思っていたよりもずっと手ごわいようだ。それに私の仲間がたくさん囚われてる。奴らを止めないと。同感だ、カマラ。だが我々には再編成のために時間が必要だ。トニーがキメラに乗って到着すれば攻撃面では断然有利になる。分かった。でもそんなに長くは待てない。だけど、よし、ちょっとアントヒルに戻ってこれからのことを話し合おう。すぐ行く。みんな同時に話したから。結局ミッションは成功したっぽいですよね、おそらくは。ただ何かがしてよくなかったということでした。ポータルが開いた。かっこいいね、その能力。いいなぁ。はい、それで報酬をもらうと。長さんかな、長さんから。多分長から頼まれてたんだよね。ねえねえ、何が起きてるの。聞いたよ、ドロップシップのこと。そんな顔しないで、渡したいものがあるの。いいね、すごくいい。ランク報酬いろいろもらいましたが、全然足んないね。
あ、これとか買えんだ。はい、まあとりあえずいいでしょう。私にはもったいないよ、うん、レジスタンスはそうは思わない。絶対にね。ありがとう。おっと、嫌な予感がする。敵襲か。なんか爆発、明らか爆発したね。物を操るの？すごい。ねえ、大丈夫？すごいね。なんていうか最高。あ、私は変形かな。面白いよ。腕が伸びたりとかね。うん。かっこよく見せるために練習中なんだよね。インヒューマンか。うん。あなたは？ダンテ。カマラ。何があったの？逃げるとき足を折ったんだ。うん、そっか。でも逃げられたんだね。母さんが助けてくれた。ああ、でもな、母さんは、うん、2、3日したらアベンジャーズが来てくれるよ。みんなを解放してくれるから、あなたのママも助かるよ。2、3日だって？それじゃあ遅いんだよ。捕まった人たちは別な場所に移されるってピム博士が言ってた。なら、ああ、それも見つける。いや無理だね。アベンジャーズは間に合わない。私も協力する。くそ、わからないのか？インヒューマンだぞ。助けてはもらえない。違うよ。ブルースにも伝えなきゃ。私たちにもできることがあるはず。で、ダンテがいた基地に行くんでしょうかね。インヒューマンが捕らえられるっていう。ブルースとピム博士を説得しないと。ロイ、使い捨ての車台をキメラに回しておいてくれないか。それから物資も頼む。いいか、他言は無用だ。了解、博士。これはまさに天才的だ。ねえ、ちょっといい？ああ、どうした？エイムがインヒューマンたちを移送するって。すぐに。それはダンテと話したのか？ああ、すまない。ダンテって？ああ、インヒューマンの生き残りでね。助け出しはしたが、母親がまだ中にいる。その時の騒ぎで警備が強化された。わかった。ねえ、助けないと。いや、それはやめた方がいい。え、インヒューマンだよ。ダンテのママだっているのに。いや、それを黙って見てろっていうの？何もしないって言ってるわけじゃない。ロイがエネルギーコアを持ち出してるから、トニーがもうすぐここに来る。それまで待つんだ。え、わかんないよ。ハルクがいるのに。カマラ、我々は何ヶ月もあの施設への侵入を試みている。脱出するよりもはるかに難しい。協力がいる。地上からあの壁を突破するのは無理だ。私たちの力見たでしょ。手伝うよ。ダメだよ、危ない。あなたはインヒューマンじゃない。だから。まだ早い。悪いが待つよ。ごめん。でも何もしないなんて、そんなの私にはできない。
夜抜け出そうとしているのでしょうか。それはやめてほしいな。わかりました。ではおやすみなさい。あなたはロイだよね。そうです。この修復されたレジスタンスユニットは私が管理している数あるユニットのうちの一つです。それじゃジャービスみたいな感じ。一瞬ゲームオーバーになるのかと思った。向かうべき場所は、みんな寝てますね。どれだしか。どうも。部屋はシフト勤務中です。ありがとう。ようカマラ、まだ起きてたのか。うん、嘘をつくつもりだったけど刑務所に行くよ。私たちのせいで彼らは一掃されるんだから。そうだろうと思ったよ。これを使いな。本当にいいの？君はいいやつだからな。きっとこれが必要になる。あそこは危険だから。ありがとうテオ。なんかくれた。何かをくれたので、これインベントリがいっぱいだと全然持ち物がね持てなくなっちゃうっていうのがあるんでね。新しいアイテムをゲットしたときに取れるようにしときましょう。こんな数もいらないからね。 OK。 こんな解体しちゃってるもんですかね普通まあいいや。はい、行きましょう。ヒューマンたちを助けないと。うまくいけば全部許される。多分今回は一人でのミッションのカマラ。に戻ってくれば大丈夫だよね。よし。え？これってシールドの物資だ。ずいぶん前に隠したの。ここにシールドの物資がなぜかありますね。よし、よいしょ。物資がありますね。はい、あとはこの辺は大丈夫かな。 OK、 じゃあ行きましょう。この辺は何があったんでしょうね。シールドの上がありました。おお、
思いのほかちゃんとした施設ですけど、これ大丈夫？独房へ行ってインヒューマンたちを解放する。朝飯前、お腹すいた。本当に大丈夫これ？かなり不安でしかないんですが、プレイしている自分からしたら。ここから入んの？はあはあはあ。大きな黄色い扉、歓迎されてるって感じするね。これを開ければ入れる。開けられるんだ。ですよね。買ったことにしてくれる？強系の人たちがね、厄介だよね。ね、ブルース、楽勝でしょ？いないよ、ブルース。人にたくさんいるな。でも大丈夫、問題ない。ねえ、殺人ロボットさん。まだいい。私も技に名前つけた方がいいかな。バッタースイング。あともう一体上やれる。どんどん来る。まあでもこのタイミングで別に使いたくはないかな。は明確だったはずよ。我々が治療し、あなたがメディアを操作。こちらの義務を果たした。だが治療とやらはどうだ。子供は家族から引き離され、行方不明者もいる。私にも限界があるんだぞ。世間は答えを求めている。それよりもいい案がある。アダプトイドが稼働すれば世間の関心は移る。それで治療の有効性が証明されず、もはやこれはテロリストの仕業ではないかというものまで出てきている。治療は有効だ。私はラパチーニ博士に全幅の信頼を寄せている。どこまでが嘘だったのだ。あのガスの効果はまだ一時的なものよ。もし私のフォーミュラがなければ、彼らはそのガスで死んで死ぬ。実験は失敗だ。アダプトイドができたのはガスのおかげ。あなたが生きてるのはフォーミュラのおかげ。インヒューマンの体内で起こってることさえ解明できれば、その効果を自在に操れる。チャンスはいくらでもあるわ。すでに軍を作る程度の力はある。無駄を省く時期だ。中止しろ。
私ってそんなに子供好きだった？まさかのここからブラックビドウになります。空中にいる間バスの付近でフォールイングロープ、これはあれですね、カマラと同じような能力ですかね。まさかのこのメンテナンスシステムはモニカから通じているはず。カマラがいる可能性が高い。よいしょ。あら、ドアを押さえててくれる？まあ、まあいいわ。残念ながらドアはね、押さえてくれてはいないですね。かな？どこがいた？そっちか。これで、はい。回路を露出させる方法があるはずよ。かな？去年埋め込んでおいた管理コードがまだ修正されてない。いいわよね。近接アクション、近くでオブジェクトを有効化できると。これさっきやりましたね。あ、であれか。それじゃあ2番目のドアね。はい、行きましょう。アダプトイド、実物を見るのは初めてね。全員襲ってきたら大変なことになりそう。よいしコミックス、マニカのラボ。ラボで一番重要な場所ね。まずい。消えられんの？例の女の子じゃないでしょうね、モニカ。中に入らなきゃ。捕虜を保存中です。建物から出ていくつもりね。影のベル、クローキングレネの近くにいるチームメイトは透明化の状態になると。ルイチか。こっちじゃない。もうちょっと手応えが欲しかったわ。これで扉を。相変わらずセキュリティガバガバやね。モニカの部屋。もしもし、誰かいるの？ここにいたのね。で、何か大事なものが隠されてるはず。はい。いい部屋。本当の黒幕はモニカなのね。何年もスパイをやってたっていうのに、ジャージーシティの子供にエイムの中心部へ導かれるなんて。センスがね。
おお。いかにもスーパーヴィランのラボって雰囲気。これは敵がモニカのラボね。来る感じじゃないですか。これがあるってことは。あの女の子の居場所を見つけましょう。独房のアクセスパネルはどこ？最近のローブを呼び出せるかも。はい、じゃあこれをね使っていきましょう。あの子何考えてるの？勝手に動くなんて。でしょうね。さてどこにいるの？ダークテリジュ、治療とは言えないわね、モニカ。力を引き出すため、それが目的。治療薬なんてもうどうでもいいのね。能力をコピーする間だけインヒューマンたちを生かす。危ない実験を行うための隠れ身のね。奪った能力でアダプトイドを作る。カマラを見つけなきゃ。よし。はい。あなたたちを壊せばエイムにはどれくらいの損失が出る？逃げてこ。入った。入った。めっちゃ吹き飛ばされる。痛いよ。OK、 倒しました。カマラはメインの独房エリアにいるはず。とりあえずギアを確認しようかな。この辺は一応装備はされてんのか。熱い、こっちの方が強いね。こっちにしようか。こっちは？なるほど、これあるじゃん。 OK、行きましょう。じゃあインヒューマンたちを移送してる。手遅れじゃないといいけど。いや強かった。実はね結構やられてました。カットはしてるんですけどね。こっちもなかなか厄介そうな敵が。そんなのに隠れても無駄。いった。なんか やばい。よし、もうこと受けたね。脱獄しましょう。行くぜみんな。
ほとんどが連れて行かれたようね。カマラがここにいればいいけど。思いのか少なかったぞ今。オーバーシールド、一部の夢、オーバーシールドの生身でダメージ耐性が強化され、敵を保護するオーバーシールドを枯渇させることで敵のダメージ耐性をなくすことがあり、どうやってだ攻撃しろってことかな。まだいたの？いくらでも相手してる。厄介だね、このダメージ耐性。囚人たちを逃がしましたね。回復してんじゃん、主人。そういうの良くないよ。これ頭当てるとかなんか意味あるのかな。はい、おお。なんだなんだなんだ。死を呼ぶ視線ね。なるほど。すごいね、能力をさすがにコピーしてるだけありますね。よし、倒しました。もしターゲットがこいつらを大量に制御できたら、私たちも危ない。さあ、できるもんなら止めてみなさい。かかってきなさいよ。それで全力なの？こいつ厄介だな。次は誰？ようやくエイムの連中に本気を出せる。とりあえずそうやって終わらないで。いただ。やばいやばい。またあいつか。嫌いなんだよな。
走ってみる。追いかけっこは好きなの。避けきれないんだよな、あれは。時間の無駄ね。ドアの鍵を開けないと。開けましょう。さあ、このまま進んでいきましょう。よし。よいしょ。さあ、この後は？あのテラスからインヒューマンの留置場に行けるわね。よし。ここにもボックスありますね。さ、次があっちかな。よし。なかなか怖いアクションでした今の。さ、なんかあるね。うん。見つけた。タイニーダンス、ブラックウィドウほどのインパクトはないわね。気づくのが遅いんじゃない？あなたがこの計画のブレーンなんでしょ？そうよ、褒められて光栄だわ。またか。それじゃ黒幕に聞くけど、目的は何？タスクマスターとは違うの。その手には引っかからないわ、ノマルフ。じゃあ当ててみようかしら。あなたとジョーズはアダプトイドのためにインヒューマンを利用して再生式フォーミュラを使えば彼らのパワーを吸収し尽くすことを生かしておけるからね。それも一つだけど、もっと壮大な野望があるの。アベンジャーズにとって変わるつもり？そうして自分中心に考えないで。回復させようとするのが厄介だよね。いたら、いたら、危ないの。
コールコール。回復しつつ、やっぱ戦わないとちょっとギリギリですからね。はい、厄介なんだよな。よし、あと2体だと思うんだけど、どこ行った？こっちか、相手で。オッケー、ショックダメージブサイドだった。なるほどね、パワーサージですから。おお、強かった。止める方法は？ガスが、充満してきてしまうが、聞いたことがある、必ず犠牲が出る。あなたの周りはいつだってそうじゃない。どういう意味？エーデンのことを忘れてないわよ。私もよ。アベンジャーズは何もかも破壊し、たくさんの命を犠牲にしてきた。エーデンでそれが明らかになったのよ。もうあなたたちは必要とされてない。あなたが閉じ込めた人たちを解放するまで私は戦うわ。
ケー。見た。厄介だな、燃えたり凍ったり。モニカ、あなたなら知ってるはずよね。インヒューマンたちは一体どこにいるの？知りたいでしょう。クソ、絶対吐かせてやる。スペシャルゲストがいるわ。連行する。拘束してちょうだい。このくらいの、ああ、官房の中にはいたよ。一緒には来なかったけど。さあ、行って。カマラ。ブラックウィドウ。なんでここに？さあ、ここを出るわよ。家に帰りたい。私何やってんだろう。ヒーローじゃないくせにこんな。クイーンジェットのみんなはそうは思ってない。私には無理。すぐ気を失っちゃう。ダメだったねえ。失敗はつきものよ。私もジャージーでは最悪だった。タイニーダンサー。もうあなたはヒーローよ。あとは自分を信じるだけ。来て、こんなとこ出ましょう。よかった。ごめんなさい。ダメだった。いやいや、いいんだ。ほら、中へ入るんだ。タイニーダンサー、会えて嬉しいわ。間一髪の救出劇はどうだった？褒めてほしいの、トニー。司令デッキで会いましょう。エイムがひるんでる間に急いで次の行動を起こすわよ。はいはい、挨拶は後ね。了解。はい、それではですね、非常に過酷なミッションではありましたが、このブラックウィドウをね、操作して脱獄に成功いたしました。そして捕まってしまったね、カマラも救い出すことができたというわけですね。今回お時間結構ねかかってしまいましたが、今回このような形で終わりにしたいと思います。皆さんまた次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。